はい。それでは、生息性判定と逆行列の計算の例題を2つほどやっていきましょう。まず、この行列ですね、えー。この行列の生息性を判定し、生息ならば逆行列を求めようということで、えー、ちょっとやって考えてみてください。はい。えー、っと、どうでしょう。えっと、この A と E の こう並べてですね、この左側が飛躍階段行列。まあ要するに単位行列になるように行に関して基本変形すると。まあ単位行列になれば正則なんですけども、単位行列にならないかもしれないですね。単位行列にならなければランクが3でないということが分かれば、その段階で正則でないということが分かりますね。えー、則性判定ですから、もしも正則でないということが分かりそうだったら、まあ右側の計算はもうほったらかしに無視して構いません。ということでやっていきましょう。まず、これを一応書いておきます。 で、え、これをですね、量に関して基本変形していきます。まあ、この成分を使って、こことここを吐き出しといて、で、ちょっと入れ替えをやってってやってますね。そうすると、もうわかりますね、こうね。1-3がこう、両方で、出てきてるわけですね。はい。1-3が2行こう出てきています。この中でここの部分はもうこう消えてしまいますから、ここでランク、あ、落ちとるなとわかりますんで、もうここ計算いらないですね。はい。 ということで、ランクの A が2であり、A のサイズ3と異なるから、まあ、3より小さいから生息ではないということがわかります。はい。それでは次にもう一つ例題やってみましょう。この行列の生息性を判定し、生息ならば逆行列を求めようということですね。 はい。同様にですね、A と E の左側を並べて、左側は飛躍階段行列になるように変形していきます。そうすると、まずこれは書いただけですね。最初の変形で、1、2、3を1行目に持ってきました。3行目の1、2、3を符号を変えて持ってきました。右辺をこれを見れば、どういう変形をしているかわかるわけですね。ここは全然変わってませんから、変わってませんから、2行目、1行目、2行目が2行目、3行目にストーンと下に落ちた状態ですね。これは行の入れ替えによってこういうことが起こったわけですね。で、こういうふうになりますと。 で、これ見てもらうとわかるように、ここですね。102ですから、これはあの、1行目の2倍、マイナス2倍を2行目に加えているわけですね。つまり吐き出しをこうちゃんとやっているわけですね。で、そうすると、このようになりますと。このようになります。で、さらに、1を作るという操作をしてるね。これの2倍をこちらにかけています。2倍をかけて足していますね。はい。そうする、それでまあここは2になってるわけですね。ここの1がこう2倍足されて2になってるわけですね。で、 この位置を使って、この位置を使って、2列目を吐き出していくと。で、まあ、この段階で、えっと、階段行列が出来上がって、えー、フルランクである。ランク3であることが分かりましたから、もう正則であることが分かったので、もう上も全部吐き出して、ちゃんと右側もきちっと計算して、やると、どうなるかっていうと、どうなるかっていうと、はい。こういうふうになるんですね。はい。ということで、えー、逆行列はこのようになるということが分かりますと。 A は正則であり、A インバースはこうなりますと。で、大事なのはね、必ず検算してください。え、これかけてですね。で、よく期末試験で逆行列の計算を出すとですね、え、ここ、ちょっと間違えてですね、こう、なんかマイナス5にしちゃって、計算合わない。え、パニックになる人がいるんですけども、まあ、とりあえず検算をすることは大事なので、検算をしたらですね、あとどこで間違えたかっていうことを、まあ、見ていきたいんですけども、そのためにはですね、ちょっとこれですね、逆行列の途中検算法、やってみましょう。 計算の途中までが正しいかどうかを計算すると。計算している途中でなんかちょっと間違ってんじゃないか、どこで間違ってんやろ分からへんっていう時にですね、やる方法ですね。まあ、基本的にこれは逆行列の計算過程が常にこういう状態にあるということを理解していれば簡単です。つまり、この P というのはですね、この P ていうのが常にこの右にこう出てきているわけですから、これだと例えばこれ単位行列ですから、ここは単位行列をかけても何も変わらないので、これは A 自身がここにあるわけですね。 で、例えばこれだとですね、この1行目は何かというと、00-1を A にかけたものですから、A の3行目の -1 倍が1行目に来てるということがわかるわけですね。同様に、まあ、2行目、2行目100ですから、100っていうことは A の1行目がここへそのまま来てるはずだと。あ、ごめんなさい、ここに来てるはずだと。え、来てますね。え、1行目が、こうですね。これが1行目はそのままここへ来てますと。 はい。ということで、この計算が正しいかどうか、ちょっと検算してみましょう。この計算が正しいかどうかは、013を、例えば、013を、この A の行列2-31、3-32、もう書かなくていいんですけど、こういう風に書いたとしたら、013ってことは、これ、こいつとこいつの3倍ですね。ですから3、3-32と、-3-3、-3 を足したら0、0-6-1ですね。合ってますと。まあ、こういう感じで検算してください。ということですね。 ということで、え、ちょっとこれがどっかこの辺が配信違うかと思ったらですね、その行、行単位で、行単位ですね。えー、こうかけてきた時にこうかけた結果で、ここに出てきたやつが、ここが合ってるかどうか検索した方は、ここですね。この行だけ、この行を、こっち A にこうかけてやって、この行になるかということを見ればですね、そうすると、そこの計算が合ってるかどうかわかるわけですね。ということで、えー、まあこれが A の部分が、 え、これは正しいかどうかっていうのはこういうふうにしてチェックすればわかりますよということですね。逆行列の計算原理を、まあよく理解しておくことが重要です。あの、形式的にハウツーボンを使ってや、やってるだけだと、まあそういうことがわかりませんので、計算原理をよく理解しておくようにしておいてください。ということで、まあ、行ごとに変化が起きるということに注目して,検して、検算して、まあ冷静に計算していくようにしましょう。ということで、え、まあこのような検算法を使って逆行列の計算をぜひやってみてください。 はい、逆行列の途中検算法の例題ですね。A さんは4次の正方行列 A の逆行列を計算していて、うっかり成分の一部を消してしまいました。消えてしまった部分 AB を復元してあげてください。また逆行列はどうなるか答えなさい。というものですね。はい、A の部分はこの部分となります。これが A ですね。 はい。で、これで、まあ、A を計算、逆行列を計算していって、順調にこの部分が、まあ、単位行列になりそうで逆行列もあるという状況なんですけども、ここをうっかり消しちゃったんですね。はい。そうすると、ここから先進められませんから困ったということで、この部分を復元し,しましょうということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。よろしいでしょうか。 はい。えっと、この部分ですね。えー、10A0 と。10A0 の部分は、これはどうなるか、何かというと、この11-10ですね。これを、この A に、左からかけたものということになります。はい。で、これを計算するとどうなるかというと、A の1行目と、B、A の2行目と、A の3行目の -1 倍を足したものですから、 1020となります。はい。ということで、ここの部分は正しいことがわかるし、この A の部分は2であることもわかります。ということで、まあ、検算を兼ねて A の A が復元できました。同様にですね、この2行目に関しても21-12ですから、まあ、これとこれの違いは1行目が1個増えてるだけですから、この1行目を足せばいいんですけどね。そうすると、この1020にマイナス1110足すと、0130ですね。 ということで、ここの部分は0130で B は3ということがわかるわけですね。まあもちろんこれ、素直にこの21-10を計算してもらったらいいんですけども、えー、まあさっきやった計算を使った方がちょっと早いですね。で、また、さらにこの計算を続けるとどうなりますかということですけども、ここがまあ2と3とわかりましたので、えー、この変形を、残りはですね、もうここは大丈夫ですね。こうひや、ここ、この1列目、2列目、4列目はもう基本ベクトルになってますので、 この三列の目の部分が基本ベクトルになるように、これのマイナス3倍とこれのマイナス2倍ですね、を計算してやると、このようになります。ということで、まあ、検算は、まあ、ちょっとやってみてください。はい。ということで、逆行列の計算の途中検算法についての問題でした。以上で説明を終わります。